健くん、おはよう。朝7時。今日は少し雨が降るかもしれないのね。湿度は高いです。朝起きたらちょっと寝苦しい感じだったので、今エアコンを入れました。おはよう。ポンちゃん、ポンちゃんおはよう。ジャン君とポンちゃんが寝ています。そこにお届け物でーす。どうもありがとう。まだ中身は見ておりません。開いてみましょう。ここからかな。7月はですね、我が家のまあなんて言えばいいですかね、誕生日もあるし、何やかんやとお祭り騒ぎの月でございます。まず先陣を切っていただき物。あれビリってなっちゃった、うん、大事に向こうとして破きました。破きました。よいしょ。いいよ。あ、出ないかな。もう一回破きたな。きっちり、意外ときっちり。あ、やだ、アメリカ人みたいに開けたくない。もう破いちゃったんじゃない。あ、でも破けちゃった。でもそんなあのビビってやり、うん、すごい。カニ、カニって書いてあるの。選び抜かれた本格の一品。そんなすごい。カニ、あ、カニかーん。びっくり。カニ缶高いよ。一個高いよ。うちなんか高くてカニ缶なんて買えないよ、いつも。ほぼ食べたことないカニ缶。ありがとうございます。6個も。あ、そう。6個あったよ。ポンちゃんが来たよ。ポンちゃんがチェックに来たけど、あなた食べたら腰抜かすやつだよ。ポンちゃん。甲殻類だよ。ポンちゃん、ポンちゃん。ポン。でもさ、にゃんこってカニ缶とか好き、カニカマとか好きじゃん。多分ね、匂いに惹かれるよね。開けたら来るのかな。パカ。でも腰抜かすよ。腰抜かすの？なんだっけ、エビカニは。エビカニもダメなの？だってよく入ってるよ、猫缶に。そうなの？あのタコとかイカはダメだけど。甲殻類じゃないの？軟体類がダメなの？あのイカとかタコとかも、しかも生じゃなければまあ平気っていうよね。生とかだとダメって言うけど。ポンちゃん、ポンちゃんのお顔より大きいかもよ、このカニ缶。はい、ポンちゃんチェック終了。おしまい。なんとなくわかったそうです、はい、私は食べられないのねっていうのがね。すごい鋭い、ポンちゃん。じゃあこれは1ヶ月に1個ずつ。あと半年、今年いっぱい食べられる。食べさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ジェン君、今5時40分です。6時半からの、生配信の準備を今しております。コンピューター再起動しないとダメかもしれんね。クラスタードフォンもね、いろいろ進んでますよ。